はい、どうも皆さんこんにちは。今日は JR 下曽根駅前に来てるんですけども、サニーサイドモールにハッピードンキができたので早速行ってみたいと思います。お、ハッピードンキありました。1階にあったんですね。なんか普通のドンキホーテよりもポップで明るい感じがして、なんか気分がいいですね。結構ワクワクしますね。今日は平日の月曜日なんですけど、結構いますね。ね、土日とか来たらすごいでしょうね。
こちらの飲食店街に行こうと思ったけど、まだね、午前11時前なので、今回はやめときました。めっちゃわんぱくでね、遊びまくってますね。かわいい。
ハッピードンキーなかなか良かったと思います。またね、ゆっくり見に行きたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。